ではでは引き続き能登さんを助手席に乗せてこれ幸せだからもう一回をのと能登さんを助手席に乗せてドライブ投稿していきたいと思います <laughs> ありがとうございます幸せです私も <laughs> ゆきちゃんの助手席 <laughs> いけない寝ちゃうえとですねいつメールを紹介しようかなお願いします えー、チャーミングブルーさんからいただきました。ありがとうございます。ありがさん、ナとさん、こんばんは。こんばんは。えー、毎回番組でいろいろなサービスエリアの美味しい情報が出てきて調べてしまうと、真夜中なのにお腹が空いてしまいます。<laughs> <laughs> そうだろうと思うえー、ナさんはラジオ番組などで、はい、よく料理のお話をされているように。はい。はい、料理がお好きのようですが、最近作った会心の出来の料理とかってありますか <laughs> そうですね。最近好きになってきたんです。どうしよう。なんか、能登さんのこのビジュアルに、お料理好きですって加わっちゃったら、なんかもう無敵だな。あ、うんとね、お料理します、ちょっと、ぐらい。<laughs> <laughs> とてもとても好きですなんて、そんな立派なことは。何、何したの,何したの最近ね、うん、あのね、簡単で、美味しいっていうのがやっぱり、簡単っていうのは結構キーワードで、パパッとできるってね、はい、ね、なかなかいいな、大事です,すよね。はい 入れて、焼くの。うん。時間は適当。ええごめん、わかんない。覚えてない。温度はわかんない。適当。ああ。ま、なんかやってみて。分わかった。美味しいよ。へえ。大変。大変美味しいよ。それ、切るだけでいいってやつだね。切るだけで、切ってちぎって、乗せるだけ。いいね。うん。私も切るのはなんとかできる。みゆきちゃん料理する人んんあ、今ね。 素敵なご表情をお見せできないのが残念ね <laughs> これラジオだから <laughs> 私に料理を作らせないでください基本的に私は何でもできますが料理だけは本当にダメなんですでもね野田さん私最近、うん、私洗ったり畳んだりっていうのはねなんだろうあの大丈夫なの、うん、調理したりさ、うん、な,なんていうのかなって能力が 手を加えたりすることはできないんだけど、洗濯物を入れるとか干すとか、ただ切るとか、洗うとかっていう作業は、なんかね、ぼーっとやるの好きなのね。ああ、うーん。なんか、黙々とした単純作業好きなの。なるほどね。それにプラスアルファが加わってくると、ちょっとあれなんだね。そうなの。ここでなんかお醤油の味がなんとかって言われ始めると、なーってなっちゃうんだけど。牛丼もいいけど、ハンバーガーもいいけど、カレーもいいけど、 じゃね、今ね、ヘルシーな話してたから。れいちゃんってさ、すんごいいろんなこと喋れるんだね。3000話だえっと、それはですね、この後に、えっと、野田さんにインフォメーションをあの、いたしますので、<laughs> <あ>その時にご説明させていただくので。<え>わかりました。<laughs> あの、お待ちしております。お待ちしております。